モータ日記、今回は、キュートのコンサートツアー2015秋、キャントストップの、神戸国際会館国際ホール公演に入ってきました。ですね、セットリストを最初見たときに、これめっちゃいいじゃんと、絶対入りたいと思ったんだけど、まあ、武道館も行くこと決まって、まあ、娘絞ってたから、ちょっと厳しいなということで、これは諦めようと思ってたんだけども、年末調整でたまたま休みになって、で、チケット見たら安かったんですよね。っていうのと、あと、鞘師の卒業が決まってから、モーニング娘。にダンバラルルちゃんが欲しいという欲がすごい強くなってきて、今回チャレンジアクトで出てるということなんで、ちょっと見てこようということで入ってきました。で、この、キャントストップは、買い代わりじゃないから、正直1公演で、よかったんだけども、手違いで2公演取っちゃったから昼夜と。だからどっちも入ってきました。でちょっとセットリスト順に行こうと思います。まず、研修生、チャレンジアクトで、加賀、ダンバラ、竹村、橋本、前田、秋山の6人。1曲歌うんだけど、その前に自己紹介も兼ねてなんかこう一言言うのがあって、昼公演がサンタさんにもらいたいもの。で、なんか結構、ああ、本当に欲しいんだな、みたいなのが、あノートパソコンだとかね、あほんまに欲しいんだなっていうのがあって、竹村美優ちゃんがスマホケースって言ってね、現実的なとこ誰かプレゼントボックス入れたれっていう感じなんだけど、そういうのがあって一番最後秋山萌ちゃん、秋山萌ちゃんなんて何が欲しいんだろうっていう思ったらお洋服っていうから可愛いなと、お洋服でしかも欲しい理由がねもうこううなったんだけど、こういうね種類の服が可愛くて欲しいとかじゃなくて、お母さんに買ってもらったお洋服がもうちっちゃくなって着れなくなったから新しいのが欲しいって言って、ああ成長したんだなって思って、もう親の気持ちだったら嬉しくて仕方がないね。頑張ってください。秋山真央ちゃんいいなマジ で、で夜公演が好きな鍋、もうタイトル聞いて怪しいなって、これなんだこれって、好きな鍋ってなんだよって思ったんだけど、言っていくんだよね。言っていって、秋山真央ちゃんのとこまで行くと、もう、あと何があんねんみたいな状態なんですよ。あと何、鍋って何があったっけって思ったら、最後なんか、ポン酢鍋、ポン酢を毎回つけて食べるからですって、一泊置いて、それ鍋の種類じゃないじゃんっていうツッコミが、みんなから入るんだけど、それをね、ダンバラルルちゃんが考えたって言うんだよね。本当にモーニング娘。でいいかって買ったけど、次の、セイハローで見せてくれました。ダンバラルルちゃんは、あれだな、経過もあるかなーのとこだね。前俺が蚊が出ないってとこなんだけど、まあ、今回ちょっと蚊が見てなかったから分からないけど、まあ、ダンバラルルちゃん、ちゃんと後ろにモーニング娘。って見て、ダンバラルルが、歌ってました。これ、なんかリカコの時も言った気がするな。で、竹村美優ちゃんが、まあ、指パッチンがやっぱ得意っていうだけあって、指先まで神経が通ってるなっていう、なんかあんま派手な動きとかはしないんだけど、なんかやっぱ指先綺麗だなっていう風に思いましたよ。あとは、前田心ちゃん。俺、てっきりアンジュルムに入ると思ってたから、なんていうかな、今回ちょっと、あれ、残念だなとかって思って見たんだけど、前田心ちゃんめっちゃいいな。下半身がね、がっしりしてるんですよね。で、それに比べて上半身がちょっと、シュッと、華奢だから、なんかね、一見バランス悪いようなんだけど、やっぱ女性っぽい体つきをしてるなと思って、ちょっと引き込まれた部分がありましたね。そういう、チャレンジアクトでしたと。で、この後もちょこちょこ出てくるんだね。なんで、本編の方にちょっと行きます。で、1曲目。まず、ちょっと気になるのだけ行くわ。ちょっと結構これはあんまりっていうのがあるから。まず1曲目、ザ・フューチャー。ザ・フューチャーは、なんかね、後ろのディスプレイに結構なんか、でも流れがあるのか。最初オープニングで、なんか、キャントストップっていうロゴがあって、それがなんか、ドゥンドゥンみたいな、なんか、サイバー空間をこう行くような映像があって、ザ・フューチャーに繋がるんだけど、そのサイバー空間を行くような映像が後ろに流れたままなんですよ。そのザ・フューチャーの間も。で、ザ・フューチャーの、ミュージックビデオがさ、ちょっとなんか、鏡を見てるみたいな、なんかちょっと、あんま近未来感を感じさせないじゃないですか。衣装でこそちょっとあれだけど、あんま感じさせないから、なんか、今回の公演の、バックみたいな、もうあれぐらいストレートに、
未来って言っちゃった方がいいなと思った、この曲は。だからこの公演の映像そのままミュージックビデオにしちゃってもいいなと思ったよ、っていう一曲ですかね。で、女性中間管理職、愛ってもっと斬新で、4曲目会いたい会いたい会いたいなで研修生が出てくるんで、ね、で確かなんかフラフープを持った気がするよね。フラフープを研修生がこうくるくる回しながらなんかこうキュート目をこう通したりなんかするんだけど、あれフラフープで気になったのは、あれだね、フラフープがね、なんか一斉に光ったり消えたりするんですよ。これドラシ制御してんのかなっていうところで頭を使っちゃってあんまり見てなかったっていう感じだね。いや、すごいみんなピカって光るんですよ。だからなんか最近流行りのちょっと話脱線しちゃうな、サイリウムとかでさ、観客のサイリウムを全部無線で制御するようなあるじゃないですか、技術が。ああいうのを使ってんのかなと思って、だからあれどないなってんだろうっていうのでちょっとじーっと見てたよね。それが会いたい会いたい会いたいなと。でここ一回 MC が入った。ちょっと MC 途中でまとめて言いますわ。ちょっとやっぱキュートの話ってなんかまとまりがなくて、どこでどこ喋ったっていう記憶があんまりないんですよ。ただ話の内容だけ覚えてるから、ちょっと途中で一気に喋ります。キスミ愛してるの憧れマイスター、憧れマイスターがあれだよね、なんか前のモーニング娘。の声の時でも似たようなことがあって、こう振りに合わせたこう背景を出すことでちょっとこうなんていうかダンスを大げさに見せるような演出があって、なんか面白かったのは、白バックでなんか普通やったらメンバーに照明当てるとこを当てずに、なんかメンバーをシルエット化させるみたいなところとかは結構面白かったよね。でそこでいいなって思うんだけど、なんか最後にそれまではだからメンバー自体をシルエットとして見せてたんだけど、最後もうシルエットの映像を出しちゃったから、なんでそれしたんかなみたいな、最後までメンバー自体を影として使えば結構まとまっててよかったなとかって思ったんですけど、まあかっこよかったですよ、憧れマイスター。曲も好きだし。でその次エンドレスラブ。エンドレスラブは、まあ、特に驚きのなんていうかな場面とかはなかったけど、個人的に久々に聞いたから、ああマイマイが成長したらみたいなっていう感じかな、本当に個人的です。で、ショックか。ショックが、だから、アイリオタが一番騒げるところなんだろ、あれ。ぴょん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 したけど、うまいな。うまいわ、アイリは。いや、うまいっていうことだけ。で、そこで、アイリうまいなってなって、MC 挟んで、次が、20歳前の女の子、マイマイが、一番ビャーって歌うんだけど、ギャップがすごすぎて面白いなと思った。だからその前にショックですごい上手いスキルがあるなっていうのを見せるのに、20歳前の女の子でこんなこともできるんですよみたいな、マイマイのなんか待って、伝統芸能なんていうかな、もう萩原にしかできないじゃん、あんなの外しまくってるのに、うまく聞こえるみたいな、あんできないじゃん。だからこんなこともできるんですよっていうそのギャップが面白かった。同じグループに見えなかったよね。20歳前の女の子で、バイバイバイのバイバイバイのアイミスユー、アイミスユーか、アイミスユーな、多分俺初めて生で聞いた気がするんだよ多分。なんかキュートオタの評価はすごいいいけど、在宅で聴いてる分には何がいいのか全くわからないっていう気持ちをずっと持ってて、で今日 I miss you があるって聞いたから、ちょっとちゃんと聴いてみようって思って、あれなんか何個も重なってるからさ、何言ってるかわかんないじゃないですか。だからちゃんと聴こうってこうやってやるんだけど、オタのね、左右こうビビビビってやるじゃないですか、振りでこうビビビビって、あれが目障りで全くわからなかった。全くわからなくて、
でなんか「ほんと何言ってんだろう」って言ってなんかこう募っていく感じで最後「I miss you」のとこでさ映像もなんかパリーンってこう弾けるようなあの持っていき方がすごい心とリンクしてて面白かった俺の。だからなんていうかなこう後ろの映像がなんか変なね宝石みたいなのが積もっていくんですよ。積もっていくでこう集まっていってで「I miss you」のとこでパリーンってなる。そう、 なんかそういう流れを意図して作ってるのかなっていう風にちょっと思ったよね。まあでも初めてちゃんと聞いて、まあ在宅で聞いた時よりは圧倒的に評価は上がったね。いい曲だなと思いました。で、涙の色をフォーエバーラブで、ダンバコか。ダンバコ、ここは、まあ、振りが振りなんで下半身ががっしりしてる前田心ちゃんが一番良かったかな。前田心ちゃんが良かったね。でその次都会一個純情、新生バージョンだからマイマイが言うんだけど、マイマイなんかね MC でもう20代、あれ何 ?10 代も終わりだねみたいな話をして、大人になるっていう流れがあってからの、この、とか一個順調だったんだけど、私、子供じゃにゃいみたいな、子供じゃにゃいって言うから、おー、かわいいなと思って、やっぱハゲロラだな。とか一個順調の、ラブテイクイットオール。マッサラブルージーンズだな。マッサラブルージーンズはあれこれも新生バージョンだけど、あれ CD に忠実になってるんですか。俺あんまちょっと聞いてないから分かんないんだけど、アレンジしすぎてなんていうかな、やっぱりマッサラブルージーンズってさトップ協賛みたいなイメージがクリーンな感じがやっぱいいなと思うんだけど、なんかアレンジしすぎてオタにとってはその原曲のイメージがあるからまたそのなんかいじってわかるんだけど、初めて聞いた人からするとどんなジーンズ履いてんねんっていう、テクノジーンズですかみたいなイメージを与えかねないほどの、アレンジだなと思いました。新生バージョンはそういうもんですかね。ただちょっと不思議だなと思いながら見ちゃった。もう出してん。でジャンプ、ジャンプも研修生がバックダンサーなんだけど、ここあんまりなんか印象ないな。ジャンプ確かまあピョンピョン跳ねたんじゃない、多分ピョンピョンピョン跳ねたんだろうね。クレイジー完全な音のアダムとイブのジレンマでアイアンハートだよ。キュートがアルバム発表する、これ初めて知ったんだけど、アルバム発表どこで発表したの。一応ニュースでちゃんとチェックしてたんだけどな、キュートのアルバムが2年ぶりに、発売することを決定しましたっていうなんかあって、でその中の1曲を披露しますと。でショックアイさんがもう 1曲ね書いてくれたからっていうので、披露したのがアイアンハートなんだけど、アイアンハートは結構その一人で行くスレとか見てたらアイアンハートはいいなみたいな声はあったんだけど、俺的に思ったのはボーノっぽいなと。ボーノのシングルに入れても十分使えるぞって思って、なんかでもボーノの曲書いてもらっていいんじゃない、なんか合うと思うんだけどな。いやボーノだなと、なんか桃子の声がちょっと聞こえたかなみたいな。でここ研修生のバックダンサーもあったんだけど、なんかトランポリンをね持ってきて自分たちで持ってきて置いてピョン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 跳ねるんですよね。でなんか後ろでなんかじゃんけんみたいなして順番で飛んで、竹村が飛べよみたいななんかそういう茶番とか後ろでなんかやってました。毎回ちょっと違う流れになってたから、そこをこう毎回あ今回はこんなんだったねみたいな楽しみもあるんじゃないかな、おそらく。でセカハピーやってのアンコールか。で、嵐を起こすんだ、エキセント。これめっちゃかっこいいな。歌としてはかっこいいんだけど、確かハロステでも、ライブ映像流れてたよね。あれ、なんで後ろにミュージックビデオ流すんですか？あれちょっといまいち意味がわからなくて、
流すなら流すで衣装を合わせてこればいいのになって思うんですよ。ミュージックビデオのと全然違う衣装で下で踊ってるんですよね。でやっぱり俺は DD だからさ、別に何とも思わないけど、もう前見しか 見ませんみたいな人だったらさ、前見しか見ませんでだけど上にも前見がいて、あらみたいな、ならないの？ならないんかな。いや、なると思うんだけど。だから、いや、いらねえなとかって思いながら、曲自体は本当に、なんかガンダムの、ガンダムってかロボット系アニメで使えるんじゃない？次の角を曲がれもなんかアニソンっぽいなっていう感想があったけど、よりアニソンっぽい、ロボット系で、使えそう。で、ありがとう無限のエールがあっての最後シャインズ。やっぱシャインズなんだよな。ガムシャライフじゃないんだよ。ガムシャライフじゃないの。やっぱシャインズだなって言って、もうセットリスト見た時にこれを聞きたいって思って、これだよ、シャインズを聞きたかった。なんか研修生4人ぐらいが旗を持ってこう振るんだよね。竹村美恵ちゃんがなんかこうちょっとタオルが絡まって、あらってタオルじゃないわ、旗の先が絡まったりしてて、でなんか最後バンって決めるんだけど、前田心ちゃん横が絡まってるみたいなのがあったぞ、昼公演で。とあとはあれだね、4人研修生4人が旗持ってて、橋本渚と秋山萌ちゃんが確か一緒にタオル振るんだよね。橋本渚ちゃんのタオルの回し方がすごい綺麗だった、慣れてるなと思って、本家の下の人たちに負けを取らないなと。今日橋本渚見て、おって思ったのはそこだね。そこでした。タオルさばきがうまいっていうことだね。そういうキュートコンでした。キュートは、ちょっとね、今年、やっぱり、新しいグループがポンポン、ね、できたら発表だったりとか、新メンツ以下だとか、研修生が厚かったりとかで、こう若いのばっかりを見てたし、でな俺の中では一番今年来てたのはジュースだと思うから、なんかあんまり、今年何してたのっていう感じなんですよね。10周年とかあったけど、前年にベリがやってるから、あんまりもう10周年かみたいな感覚もちょっと薄くて、で、これ入らなかったら本当に急と今年何してたのに終わってたと思うんだけど、今日バッチリ見てきて、やっぱ楽しいなと思いました。伊達に年積んでないなという、感じですかね。頑張ってください。そうだね、まとまらずに終わるとこだった。グッズをね、一応買ったんだけど、見せれないよ。見せれないけど、またあれで、ブロマガに書くんだけど、矢島日替わり。これは、最近ね、うちの大学の同じゼミの子が、キュートにはまりだしたっていうから、調教用素材として、これを買ってこようということで、矢島日替わり買いました。ブロマガの方で紹介します。で、あと、ピンナップポスター。ピンナップポスターは、なんか、リアクションだけ見たいらしいんだ。リスナーさん曰く。リアクションを見て、誰だろうで、ブロマガ紹介で、これだったかっていうのがしたいらしいんで、ちょっとこう、試しにやってみようと思う。本当は娘込んでやろうと思ったんだけど、売り切れとかあって、できませんでした。ので、ちょっと今回これでします。なんか娘のやつよりね、薄い気がするんだよ、これ。なんか薄い気がするんですよね。ピンナップポスター。キュートのやつとか久々に買うな。リアクションだけだよ。リアクション。ちょっと待ってよ。リアクション。リアクション。もうピッて。もうピッていくよ。君らの楽しみあんまりないから、ピッていきます。よっ。この人は、透けてないな。この人は、今日、この人は今日、今日この、ちゃうやん。MC の話してないわ。ごめん、MC の話してませんでした。この人関連の話でいくと、あれだよね。なんか今日、まゆみが、今日この子かわいいって、なんか今日かわいいよね、みたいな。で、今日かわいいと思う人、みたいな、はーい、みたいなんで、おったでやって、
2階席の皆さん、今日、可愛いと思いますか？はいってやるんだけど、萩原が、なんか1階席の前の方指さして、なんでここ盛り上がってないのみたいな。いや、2階席煽ったからだよ、みたいな。萩原が、とにかく話聞いてないなっていう印象だよね。キュートの MC って、毎回そんな感じですか？萩原がマジ、人の話聞いてないなっていう印象だよね。なんか、なんか中島が喋っててなんかねえ舞ちゃんみたいな、えあ私に振るみたいな顔をして、あの小さな汗を見てて聞いてなかったとかって言うんだよ。でなんかどうなるんかなと思ったら、小さがペラペラ喋り出すっていう。だからやっぱそういうのがいるから、まあ、好き勝手やらしてもなんとかなるんかなっていう。だからすごいですよね、キュート。あと MC で覚えてるのが、なんかちょっと MC の構成が変な感じで、最初数名残ってたら、着替え終わったメンバーができて、あと残りのメンバーが履けるみたいな感じなんだけど、途中で話がブチ切れるんだけど、もうなんか話の内容も適当だから、もうなんかどうでもいいよみたいな感じで軽くいくところが、やっぱキュートの面白いところなんかなと。で、まあ、ブチ切れながら、ブチ切れってその何？話がブツブツ切れながら喋ってたのは、アイリーが、なんか、前見と並んで歩いてるときに、後ろ振り返って前見に変顔をするんだって。で、もう前見が飽きてきたから、その自分とアイリーの間に他の女の人をね、入れて、で、その女の人に向かってアイリーが変顔するっていう。その話面白かったね。うん、で、あとは、なんか551の、知ってる551の肉まんがあるとき、わー、ないとき、ふん、みたいなのを、ちっさがやりたいって言ってやるんだよね。であるときないときってなんか結構何回かやっててちょっとしつこいなと思ったときに、前身がちょっとこうバッて入ってきたから、こうあ閉めるんかと、これさすがにしつこいから閉めるんかなと思ったら、前身がやるんだよね。前身がやるので、2階席、もうじゃあここでじゃあ私が盛り上げたいと思いますって、2階席の皆さん551の肉まんがあるとき見たらわーってやるんだけど、でもこれ次ない時があるから、盛り下がっちゃうよみたいな、ああ本当だみたいな感じで、だからなんていうかな、普通だったらこうみんなを抑えて沈めるのが普通のリーダーだと思うんだけど、マイミは、そのごちゃごちゃなってるのを全部自分が引き受けて他に突っ込まして収めるっていう、なんかすごい特殊な技を使ってるなというふうに思いましたよ。やっぱキュートの MC は特殊だな、真似できないよね。あとは、萩原、岡井、中島の3人で DVD をなんか見てたらしくて、で、そのなんか、登場人物の人がすごいかっこいい、かっこいいみたいな話をステージ上でギャーギャーやるんですよね。で、なんか最終的に、オタのみんながその登場人物の人になってよみたいな、なんか、こんな人と出会えないかな、もうなんかファンの皆さんがなってよみたいになるんだけど、もうファンがシューってなっちゃって、俺たちには無理だよみたいな、普通だったらわーってなるところシューンってなってて、ガチでダメージ食らったところが面白かったね。萩原オタはもう瀕死状態でした。まあ、そういう、MC でしたかね。キュートにしかできないなって、もう全部通してキュートにしかできないなっていう、感じですね。では、ピンポス誰だったでしょうかっていうことですね。まあ、ちょっと予想して上の、ブロマが見てみてくださいっていう感じです。では、お疲れ様でした。